ボールリフティングしたら、はい、事件みたいなことになって、なんか全然できなさすぎて、お、めっちゃできるできるっていうことじゃないですよ、めっちゃできるじゃん、全然できない。当たるか当たんないかくらいの時に少しだけ上に当ててあげる。できるだけこうクラブをこう上に持ってこないで、下でちょっとこう待っとくみたいな、待っとく、こういう、そう今あでも前より全然いいかも。これ調整する、あ、そうそんな感じに、あ、そうでもなんか2回まではすごい綺麗だった。ちょいバンカーホール、あや、おや、あ、入りました、あ、抜けました、あ、出ましたね出ました、出ました。でも前に跳ねてるね。何ペナ？行ってみて、赤。行ってみて。赤です。ん？ここでなんかこう、いやこのそこまでなってないんですよ全然。全然上げたらはいみたいになっちゃうから。カットになりやすいんだったらインサイドアウトでこうフォローを外に出すような動きのイメージはいいと思います。そうするとさ、今度こっちも来たくなっていくんですよね。ちょっと右向きやすいですね。そうなの、右向いて、でもこう打ちたい方向は自分の体のラインより左だから、うん、こうなるっていうのはある。こっち向いたらもうね、打てないですよね気持ち悪いんですよ。そう、いやだ落ち込んできた。大丈夫です、大丈夫大丈夫前さよりもやっぱ起きた瞬間ミスショットになってるから。なるほどな。あー、やり、悪いのがいっぱい出てきちゃった。あと110ヤード。またディボット。ピッチングでいきます。見えるもんでだな。すごいやな。打った瞬間に見えてますか？すっごい見える。まあ、浮き上がっちゃってる分。そう。あ、わかりますけどね、気持ちの。あれ？片足得意だ。片足で打つとこんなミスらない。いい感じ。あ、ビロー。いや、最後スラが強い。最後結構スラしました。パターだけが下向いてられるでもそれも大事なことです。パターも起き上がっちゃダメなんだよ。パターみたいに打てない他のクラブ。ナイス。おー、珍しい。ミス。ありがとうございます。そんなミスを犯すんですね。皆さん人間だと。皆さん人間でした。なんかいっぱいスポーツあるじゃないですか。なのになんでゴルフを選んだのか。やっぱ父親がすごいゴルフ好きでだったのがやっぱきっかけです、ね。初めてじゃあクラブを握ったのって何歳なの？は10歳。一緒に練習場に行って多分打っ
ってみなよってなったんだと思います。え、初めて打った時のこと覚えてない？全然覚えてないです。全然覚えてない。全然覚えてないけど父親が言うには当たってたとは言ってましたけど。で10歳で握ってもうその時点でちょっと飛ぶなみたいなのあったんですか？本当に覚えてないんですけどでも最初から飛ぶ方だったんで、そうだね、分かんないです。振るタイプだったんですよね。その学生の時出て試合とか出るじゃないですか、はい、やっぱ常に最後に落ちる感じ結構、まあ、ミスショットしなければそうですね。あとその中学生とかの時ってまだみんな体も出来上がってないし、で私ってあんまり高校じゃないや、その小学校から小6で158センチあって、うんうん、体質伸びてないんですよ。っていうか逆にその時は大きかったってこと、ね、そうです、大きい方だったんで、うん、だからなんかすごい後ろにいましたねみんな結構。あ、その当時は。なるほどね、うん、学生、そっか、10歳か。私何してたんだろう10歳の時。10歳って小 3？ ん、小 3？ 小3じゃないわ、小 4？ え、小学生で12歳、あ、違う、小6だわ。小6が12歳。そっか、小4か。よかった。139。いや、意外とある。そう、アゲンストで、はい、7番で打ちます。39。すごい、ここ離れてるもん、上半身。ナイソン、ありがとうございます。前から見ててすごい、もう絶対こう離れてる、ここが。一緒に行かない？あー、そう、下に降りてきてるっていう意味ですかね、うん、離れてる。よいしょ、ナイソン、いいじゃん。ちょっと頑張れた気がする。おい、うん、そうですね。あんまり切れないと思う。はい。あ、強い絶対。しかもなんか出だしからちょっと違う。でもまずまずです。まずね。バーディー、ほんと無茶な、あの2本なければ4バーディーだから普通に。でもね、せっかくだから、せっかくなんでね、狙っていこうかなと。どんどん、あ、引っ掛けた。あ、大型なんだね。今年は両方忍法だね。両方だし、このホール。ナイスショー。ありがとうございます。旗より右行ったもんね。あのバンカーの上ってことね。そうですね。お、どんなになっちゃった？フェアウェイ。どんなボール？中弾道ぐらいの。はい、まっすぐ。あ、なんかバンカーより左を狙った。あ、ね、狙い、うん、そしたら狙い通りですね、うん、バンカーの上は狙ってないです。すだじが騒いでる。見てくれてますかね。こっ
っちからは見えないけどいると思うよ。誰かしら。わあ、バディバディ。バディバディってちょっとあのやっぱ狙わなきゃよかったですね。狙わなかったの。普通に3バーディー2バーディーしてたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんと美穂さんは2アンダー2アンダーってことは、はい、つまり5アンダーまで行けてたから60代、まあ、でもあれは行ってくれたからもっと伸びた可能性もあったっていう。2オンできてればイーグルトライができて、ね、ビッグスコアがそうですね出たかもしれない。試合だったら絶対やらないって何回も言ってたから無理やりね。やらないですね。ちょっとやっていただいた。今日はビッグスコアを狙っていただいたんですか。この実力見てもらえたでしょうか。すごい。最小スコア70。あ、そうなんですか。うん、70がもうで最小だね。今のところね。ありがとうございます。60代出したかったですね。いや出てたよ。出てたんだけど。全然でも緊張とかなさそうで。そうですね、もう楽しかったです。やっぱり前回も楽しかったですけど、でも前回はあれは本当にあれは普通じゃなかったですよ。あれはもう本当に特番バージョンで、今回が普通です。今回いつも通りの真面目な方です。ゴルフについて真剣に語り合いながら、いろんなところを皆さんにその人の得意分野を聞き込んで、美穂さんだったら、まあ、私のドライバー、はい、だったんでドライバーについて結構聞いたんですけど、はい、もう秘密がたくさん今日は見えたんじゃないかなと思います。見せれたですか。見た。そうですか。うん、もうマンブリの時にあちょっと違う違う人だっていう、なんかでもああいうところのいいところだけ取って少しでもね、はい、レベルアップにつなげたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。なんかこう美穂さんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。美穂さんのまんぶりが見たいっていう方の今回リクエストにお答えしたので、ぜひその辺も再生リピート5回ぐらいしときたいなと思います。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。